印奏は、仏教において、手の指で様々な形を作り、仏、菩薩、諸尊の内称を表示することを指す。印、印、形、密印、経印とも言う。修行者が本尊と、渡る入りし融合するために、その本尊の印奏を結ぶこともある。本来は仏教において印奏に関する、定まった、規則はなかったが、密教の発達に伴って奏が定まり、 意味が解かれるようになった。儀器の成立した時代の違いや地方の別によって印象には差異がある。サンスクリットのムドラーの漢訳であり、本来は封印、印象などを意味する。主に仏像が両手で示す象徴的なジェスチャーのことを指す。人その他で見かける仏像には、鎌倉大仏のように両手を膝の上で組み合わせるもの。 奈良の大仏のように右手を上げ、左手を下げるものなど、両手の示すポーズ、すなわち印象には決まったパターンがある。それぞれの印象には、諸仏の悟りの内容を、性格、働きなどを表す、競技的な意味があり、仏像が、どの印象を結んでいるかによって、その仏像が何であるか、ある程度推測がつく。密教の曼荼羅などには、様々な印象を結ぶ仏。 菩薩像が表現されているが、ここでは、日本の寺院などで見かける、代表的なもの数種類について略説する。随一世昔子、ヨガン印図に定員、阿弥陀如来の印層には、数種類あるが、いずれの場合も、親指と人差し指で輪を作るのが原則である。冠無量樹形にとく、九本王城の思想として、極楽王城の仕方には、 信仰の厚いものから極悪人まで9通りの段階があるとされる。常盆上昇から始まって、常盆中世、常盆下昇、中盆上昇、中盆中世、中盆下昇、下盆上昇、下盆中世、下盆下昇に至る。阿弥陀如来像の結ぶ因相を9つに分類し、この句本王女と関連づける考え方が、句本印であるが、官無量受刑には、 阿弥陀の陰奏については書かれていない。また、浄瑠璃寺に現存する旧体阿弥陀仏は、中尊が、雷号院、残り脇仏八体は、全て定院であり、9種類の陰奏ではない。この点から古くは陰奏を違えて、阿弥陀像を増留するという意識はなく、陰奏における形式の相違も重視されていなかったとの、見方や、江戸時代の仏像随が、 区本院が最初に図示されたものとする考えも存在する。そのため、特に江戸時代より前に作られた阿弥陀像に対して、陰象だけで単純に、縄文上昇などと、区本王女を当てはめるのは、逆にその仏像の表すものを見誤る危険性もあり、注意すべきである。東京都世田谷区の区本仏上神寺には9体の阿弥陀如来像が安置され、 それぞれが異なった9通りの印象を示している。上神寺の句本物の場合、阿弥陀如来の印象のうち、天音を、上昇院、説法院を中正印、中世院、雷合院を、下昇院とし、親指と人差し指を接するものをそれぞれ、上本中本下本に当てる。日本の密教書派では、伝承や儀器に、それぞれの流儀があり、用いる印象も、多種多様である。 基本型は、6主権、12合唱と、漢方に用いる18経員である。ありがとうございます。